ピアス欲しいな日本語虎の巻はい、こんにちは、まきこです皆さんお元気ですかなんか突然、今日思ったんですピアス欲しいなってで、私は右に3つ、左に1つ合計4つ穴が開いてるんですけどいつもは2つ 母にもらったダイヤモンドのピアスをつけていますなのであと2つつける場所が空いてるんだけど毎日オンラインであのレッスンしてるんですけどで思うのが生徒さんに見られるのって顔の辺りだけじゃん。でその日いくらおしゃれな格好してても見えてないし。 髪型はそんなに頻繁に変えられないし髪の色ももうそろそろ変えたいんだけどそんなにねいつもいつも変えられないしだからせめてピアスがいろいろ変わったらなんかおしゃれかなって生徒に「先生毎回一緒じゃん」って思われないかななんて思って今ピアスを探しています。 このポッドキャストを聞いている皆さんともいつかズームとかでお話しできたらその時はめちゃくちゃかっこいいピアスつけときますね。で今日のトピックは日本の音楽についいて話そうかなと思います最近ハマってる YouTube があるんですけどパトリック・モーディさんっていうアムステルダム在住の DJ が日本のミュージシャンのミュージックビデオを見てコメントするっていう 番組ですでたまたま私の好きなキングヌーっていうバンドのミュージックビデオを見てたらパトリックさんがその全く同じキングヌーの,あのミュージックビデオを見てコメントするっていう YouTube も一緒にあのおすすめとして上がってきたんですなのであの見てみたら私がパトリックさんにはまってしまいました。 でそもそもあの自分の好きなバンドを他の国の人はどういうふうに見るんだろうっていう興味があったしで何が良かったってパトリックさんもキングヌーにドハマりしたことほんとめっちゃハマってくれてパトリックさんあのキングヌー大好きすぎてメンバーのこととか誰がミュージックビデオを作ってるとかあすごいめちゃくちゃ調べたみたいで。 私の周りにもキング・ヌーファンがたくさんいるんだけどで、あのー、パトリックさんの話を友達に教えたんですそしたらもう友達もパトリックさんの YouTube にハマってもううちらパトリックさんと一緒に飲んだらすごい熱く語れるねっていうぐらい、あのー、私たちはキング・ヌーファンですそしてパトリックさんファンですで ごめんなさいさっきから出てきた「キングヌー」っていうバンドえっ、ー、と「キング」は「王様のキングね」ねで「ヌーは」はあのー、動物のヌーヌー GNU ヌーっていう「キングヌー」っていうバンドですでこれがまず私がいつもおすすめしている日本のバンドですで、あのー、パトリックさんの YouTube 見てもらえたら「 すごいわかりやすいと思うんですけど、何回パトリックさんって言うんだってね。パトリックさんはキングヌーじゃないですよ。で、パトリックさんは youtuber です。で、パトリックさんの youtube を見ると、あの彼がキングヌーのことをあの英語で説明してで、下にあの日本語の字幕が出てるので、すごい。皆さんにもわかりやすいんじゃないかなと思います。で、私はあの別に今日。 パトリックさんのプロモーションをし,し,しているわけじゃないですからねキングヌーっていうバンドをおすすめしていますでもあのー、なんだろうパトリックさんの YouTube を見るとキングヌーについてもっとすごいわかりやすい情報が入ってくるかなと思って一緒におすすめしておきますでキングヌーに戻りましょうキングヌーは他にもあのミレニアムパレードっていう 音楽グループもやっています。で、キングヌーとミレニアムパレードはほとんど同じメンバーでやってるんですけど曲があのロックだったり静かな曲だったりでクラシックなものがあったりいろんなジャンルの音楽があります。でそのどれもこれもがかっこいいです。 で、その「キング・ヌートはミレニアム・パレード」の曲を全部を作っているのが、えっと、リーダーのギターの常田大樹という人です。でこの人が天才なんです。東京芸術大学っていうあの芸術のアートの部門でいう東京大学みたいな日本で一番すごい大学に行ってた人なんです。で、 大学はあのー、中退途中でドロップアウトしてしまったんですけどその大学時代の友達なんかと一緒に集まって曲やミュージックビデオを作ってます。なので曲もすごいかっこいいんですけどみんながみんな、あのー、芸術大学で勉強したり。 アートを勉強してきた人たちであったりするのでミュージックビデオも半端なくかっこいいですなのであのぜひ聴いてみてあと YouTube のミュージックビデオも見てくださいすごいかっこいいですあと私があの生徒さんにおすすめのバンドとか音楽は何って聞かれておすすめしているのがワンオクロックで彼らは アメリカやヨーロッパでも活動してるのでもしかしたら皆さんの中でも知ってる方がいるかもしれません。で海外では OneOKROCK ーーって呼ばれてるみたいですね。私たちは OneOkROCK って呼んでます。で最近の OneOkROCK の,の曲は英語の歌詞が多いからとても聞きやすいかと思います。 で英語のその歌詞の中にも日本語の文が必ず入っててでミックスな,んなので面白いと思いますで海外のワンオクロコファンの人たちもあの日本語の歌詞を覚えていてでライブで歌う時は海外の人でも日本語の歌詞で歌ったりするらしいです面白いですよねあとはね誰だろう そそうそういつも、えー、とおすすめしてるのは米津さんかな米津剣士この人の曲もめちゃくちゃかっこいいですもうこの人は世界的に有名かもしれないです知ってる生徒さんも多いかもしれないですねあとはラッドウィンプスえっ、ー、とアニメの YourName を見た人は知ってると思いますわかると思いますえっ、ー、と YourName の n a m e あの曲を作っている人たちがラッドウィンプスですすごいいいバンドですでアニメの話が出たのでアニメの関係で言うとえっ、ー、とねオフィシャルヒゲダンディズムっていうバンドがおすすめですでヒゲは漢字ダンディズムの段も実は漢字でオフ,ィシャオフィシャルヒゲダンディズムっていう名前で えっと、スクリプトには全部英語で書いておきますねオフィシャルヒゲダンリズム私たちは、えっと、ヒゲダンって呼んでますヒゲダンヒゲダンは、えっと、アニメの「東京リベンジャーズ」の歌を歌ってますなのでアニメが好きな生徒さんは知ってる人も多いかと思いますあの曲はあのアニメの内容にもめちゃくちゃマッチしていて本当にかっこよくて大好きです アニメ見てなくてもよく聞いてますでヒゲダンはそれ以外にも映画とかドラマの曲を作っていることも多くて本当どれもこれもすごいかっこよくて人気ですなのでおすすめですあとね星の弦星の弦ですね私の周りにも何人か熱い熱い星の弦ファンがいますで弦は「 めっちゃ呼び捨てにしてるけどゲンさんは俳優もやっててでドラマや映画にも出てたりするんですでこれがまた演技も上手なんですよねであとね本も書いてるのだから本当に多彩すごく才能のある人ですで面白いのが 私があの日本の大学に留学してる大学生の学生のプレゼンを見たことがあるんですけど「私の尊敬する人」っていうテーマで学生たちがプレゼンをしてたんですね。であるあの留学生が「私の尊敬する人は星野源さんです」っていうプレゼンをしてたんです。で彼はすごい星野源が大好きみたいで「まあ、尊敬する人は星野源」って 言ってるぐらいですからねすごいやっぱり調べてて星野源さんの過去とかをすごいねあの上手にプレゼンして面白かったですよ。で、えー、星野源はえー、っとね「想像っていう曲で英語で「クリエーション」っていうあの名前なんじゃないかな名前で紹介されてるかと思うんですけどでこの曲はあの ゲームスーパーマリオの35周年のアニバーサリーイヤーでえっと任天堂から星野源に星野源さんにリクエストされて作った曲なんです。で、曲の中にあのマリオのゲームのサウンドありますよね。あの、マリオがキノコを取った時に大きくなる時の音とかコインの音とかそういうのが再現されててで曲の中に入ってて。 すすごいなんか楽しくてかっこいいんですまさにタイトル通り「創造クリエーション」っていう曲なんですよなのであのマリオ知らない人はいないと思うんで是非皆さん聞いてみてくださいすごい面白くていいですよでだいぶたくさんあげちゃったけどそう最近 えっと、これは日本語勉強してる人におすすめかなって思ったミュージシャンが一人いてユーリっていう男の子の曲なんだけどえっとドライフラワーとペテルギウスっていう曲が有名ですでユーリくんの曲は歌詞がシンプルで分かりやすくてで曲も曲っていうか歌もすごいゆっくりなんですだから日本語が聞き取りやすいんじゃないかなって思います あの今までおすすめしたキングヌーとかヨネズケンシとかヒゲダンはすごい曲はかっこいいんですけど歌詞がちょっと難しいんですよで私でも聞き取れない時がよくありますなのであの日本語をしっかり聞きたいなって思う人はユーリ君の曲がいいんじゃないかなと思いますそう私はいつもね運転中に音楽を聴いてるので おすすめの音楽って言うとすごいたくさんアニメ以上に名前が出てきちゃ出てきてしまいましたそうなんですいつもねあの生徒さんにおすすめの日本の音楽は何って聞かれるともうチャットにめちゃくちゃたくさんリストがあのできてあふれちゃいしまうぐらいあのおすすめできますなので、えっと、今日紹介したのは本当にその一部ですで 多分このエピソードを編集してる最中もそして喋ってる今この瞬間ですらああの人のことも言えばよかったとああのバンドもあったって思いながら喋ってますそれぐらいあのおすすめの音楽とかミュージシャンの紹介はたくさんできてしまいますのでとりあえずこの辺でストップしたいと思います でね、今日しあのここでお話ししたバンドとかミュージシャンの名前はあの聞き取れなかった方もたくさんいるかと思うのであのエピソードの説明の欄のところにも書いておくのでよかったら検索してあの歌を聴いてみたりあと YouTube でミュージックビデオなんかも見てくださいめちゃくちゃかっこいいですで先に一つだけ言っておきますねキングヌーは「 結構アディクティブですちょっとやばいですよめちゃくちゃハマっちゃいます私たちの周りにもすごくハマってる人がたくさんいます <laughs> それぐらいアディクティブなんで気をつけてくださいねめちゃくちゃいい,でい,い曲ですよそれでは今回はこの辺で終わりたいと思いますさようならまた次回も聴いてね